さんこんにちは、こんばんは、ラテです。今回は12月8日からジャニーズショップの方で販売がスタートした帝劇のオフショを少年が写ってる分すべて購入してきたので、そちらの紹介と、あと化粧品を購入したものとかがあるので、そちらの紹介をしていきたいと思います。ではまず化粧品とかの方から紹介していきたいと思います。一つ目はこちらです。ディオールさんでヘアミストを購入してきました。こちらのですね、新しく出たみたいなんですけど、ミスディオールのヘアミストを購入してきました。もともとこちら多分香水があって、香水でもいいかなと思ったんですけど、香水が匂いがちょっと強めにつくみたいで、それよりもふんわりと香った方がいいなと思ったので、こちらを購入しました。めっちゃいい匂いなんですよ。これをちょっと今後使っていこうかなと思います。はい、でその購入した時にですね、めちゃくちゃ試供品をいただきました。なんか美容液と、なんかクレンジングミルクと、あとファンデーションを試供品でいただいたので、旅行の時とかに使おうかなと思います。次はこちらのジルスチュアートで購入したものになります。はい、ジルスチュアートではこちらのエターナルクチュールアイズシマーの02番を購入しました。もともとずっと欲しくて、あ、これめっちゃ反射しそうな、どうしよう、こんな感じのピンク系のカラーでめっちゃ可愛くて、今までのジルのよりもちょっとコンパクトになったので持ち運びがしやすいかなと思ってこちらを購入しました。はい、では続いてジャニーズショップの方での購入品を紹介していきたいと思います。本日はですね、ちょっと日曜日だったっていうこともあって、めちゃめちゃ人が多くて、私もちょっと番号だけ確認してさっと買って帰ってきたので、ちょっと自分もそんなに見れてないんですけど、今回は集合が4枚と、あと各個人、翔くん、蓮くん、かいちゃんがそれぞれ7枚ありました。で今回はこちらですね、全部で何枚、51枚、50枚と、あとフォトブックを1冊買ってきました。それではフォトブックの方から紹介していきます。こちらのいつものショッパーとフォトブックがこんな感じになります。ちょっと開けていきます。こちらですね、今回はちょっと背景が淡い感じで、まあ、中身は去年のものと前回のものと変わらずですね。で、裏面はジャニショのロゴが入ってます。え、めっちゃ綺麗、まあ、使わないんですけど、一応出たら買うようにしてるので、こちらを1冊購入してきました。続いて、写真の方になります。今回フォトブックと写真を袋分けてくださったので、こちらのショッパーがもう1枚あります。私もビジュを見てないのですごい楽しみなんですけど、こちらですね、集合1枚目になります。今回私は集合の4種類のうちの2種類は3枚ずつ買って、あとの2種類は1枚ずつ買ってます。で個人のものに関しては全部3枚ずつ買いました。ちょっとビジュがよく分かんなかったので、とりあえず3枚買っとこうと思って、集合も多分買い足すと思います。で集合の分から紹介していきますね。こちらが集合の分になります。めっちゃ可愛いじゃん。これを3枚購入して、翔くんの髪型やばくないですか、かっこいい。これが1枚と、いや、これはちょっと見た瞬間、いや、可愛いと思って3枚購入しました。と、あ、これも可愛かったな、これも多分買い足すと思います。で、これが4種類ですね。
次が翔くんの個人のものになります。こちらは全部3枚ずつ購入してます。いや、やばい、かっこよすぎますね。いや、かわいすぎる。いや、この手ですよ。かわいい。めっちゃかわいい。ちょっと、いや、今日からスタートじゃないですか。12月8日から。かわいい。舞台がスタートで、グッズの詳細とかもまだ出てないので、すごい楽しみなんですけど、グッズはこの美女ですよね。やばい。めっちゃかわいい。この衣装私好きかもしれない。めっちゃかわいいじゃん。急にオスが来る。急に男じゃん。かっこいい。かわいい。ちょっと。いや、ますます楽しみになりますね。以上が。個人、平野翔くんの個人の7種類になります。で、続きまして、永瀬廉くんの個人7種類になります。こちらも3枚ずつ購入してますが、相変わらず美女がいいですね。もうなんか、手がいい。顔もいいけど。廉くんがこの前髪上げてるの私めちゃめちゃ好きなんですけど、めっちゃかっこいい。うわ、前髪上げてる美女と上げてない美女があるのは最高ですね。ちょてか髪色がめっちゃいい。立ち姿がすごい。かっこいい。めっちゃかっこいい。かっこいい。かわいい。だって最後にかわいいが来るのは反則ですよね。以上が蓮くん、永瀬蓮くんの個人7種類ですね。以上になります。ちょっと今回美女が良すぎて、いや前回のジャニアも本当に良かったんですけど、美女が良すぎる。グッズがすごい楽しみです。私は1月20日に定劇行きますので、もし会える方いらっしゃいましたらコメント欄にコメントの方お願いします。最後まで見ていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。